二の腕がブツブツしている方は直せるチャンスですよ。二の腕美容チャンネルへようこそ。二の腕美容の菊島先生です。二の腕をツルツルにしたい方ってたくさんいると思いますけども、普段どんなケアしていらっしゃいますか？今回はこのブツブツやザラザラのお悩みをツルツルにするおすすめのコスメをご紹介するんですけども、その前にこの二の腕のムダ毛の処理はおすすめでしょうか？特にこの暑い時期、 T シャツやノースリーブを着ているとこの二の腕のムダ毛を気にする機会って増えてきますよね。実はこの二の腕ですけども、お肌が出ていると顔の次に人の目に触れる場所になってくるんです。皆さんが自分の毛を処理するときって多分カミソリや電気シェーバーで剃ったり、あとは除毛クリームでこのムダ毛を除毛してると思います。頑張ってやってもこの二の腕のこの脇の力、この部分あるじゃないですか、ここは意外とムダ毛が残ってることって多いと思います。なかなか手が届きにくい場所ですよね。剃り残しがなく、そして確実に二の腕のムダ毛を処理するにはどうしたらいいでしょうか？答えは一つです。脱毛です。なんと脱毛がおすすめなんです。この二の腕の脱毛なんですけども、脇、膝下、V ラウに次ぐ脱毛でも本当に人気の部位なんですよ。脱毛は痛いというイメージをお持ちの方多いと思いますが、二の腕の脱毛は大丈夫です。二の腕の毛はそもそも他の部位と比べて毛が薄いので痛みを感じづらいんですよ。これは何でかっていうと、脱毛の照射は濃くて太い毛にレーザーが反応して痛みを感じやすくなるからです。そして脱毛では皮膚が薄いところの方が痛みを感じやすいんですけども、この二の腕ですけども意外と皮膚が分厚くて痛みを感じにくいんです。ではなぜ二の腕の脱毛が女性でも人気の部位の上位に入るのでしょうか？それでは二の腕脱毛のメリットを3つご紹介しましょう。まず1つ目としては肌荒れを防げます。特にカミソリや除毛クリームなどの肌に強い刺激を与える自己処理方法を続けていると、二の腕に赤いブツブツができたり肌がかぶれてしまったりする肌荒れにつながる人って少なくないんですよ。脱毛なら自己処理による肌荒れも防ぐことができるんです。2つ目としては二の腕の美白効果と二の腕の張りとツヤ感がアップします。レーザーはこのムダ毛だけじゃなくて肌の周りにもあるメラニン色素にも反応するんで美白にもつながるんです。皮膚の表面あたりにはコラーゲンっていうのが含まれているんですけど、このレーザーを当てることによってその熱でこのコラーゲンが反応するんです。でこのコラーゲンの動きが活発になることでこの肌の内側から張りとかツヤを取り戻す効果が期待できちゃうんです。3つ目としては何といってもノースリーブや半袖をきれいに着こなせるっていうことです。男性から見ても女性から見てもこの二の腕にムダ毛が生えているとこの人ムダ毛の処理をしてないのかもって思われちゃうと思います。でその思われるってことを意識しすぎるとこの二の腕を出すことに抵抗を感じてノースリーブや半袖を着れなくなったりするので、それってすごい残念なことですよね。でもこの脱毛することで二の腕のムダ毛がなくなるとこの周りからの目を気にすることなくファッションもしっかりと楽しむことができますので、どんな洋服でも気軽に着こなせてファッションも楽しめちゃうんです。そして二の腕がブツブツしている方は直せるチャンスですよ。以前の動画で二の腕のブツブツはレーザーで直すことができますっていう動画を上げておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。全身脱毛の経験があるんですけど、二の腕の脱毛は他の部分よりやっぱり毛が薄かったのであんまり痛みを感じずにすることができましたので、ぜひおすすめしたい脱毛の一つです。脱毛する機械の種類や脱毛する人の毛の濃さによりますが、だいたい5回から10回で二の腕の脱毛は完了することが多いですよ。今回は二の腕をツルツルにするためのムダ毛処理の方法として脱毛のお話をしていたら長くなっちゃったので、二の腕をツルツルにするコスメは次回ご紹介しますので楽しみにしててくださいね。まずは二の腕の脱毛でウルツヤの二の腕を手に入れちゃいましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援してください。 Twitter、Instagram でも二の腕の情報を発信しておりますので、ぜひフォローしてみてください。